方が薬局マジで No Doubt。じゃあリンゴいただきます。なんかもう本当にドラッグストアじゃないみたいな。いただきます。あ、美味しい。私そうちょっとあんまり得意じゃなかったんですけど、美味しい。飲める。これなら毎日、うん、お酢のツンとした感じが全くないんですけど、なんでツンとしないかというと、機械で製造してるんじゃなくて樽で製造されてるんで、まろやかで飲みやすくて、お酢はアミノ酸豊富なので美肌とか健康、疲労回復にすごくおすすめです。ぜひ。メイクコーナーにやってきました。私が気になってたのがこれです。メイクチップ、すごい数が豊富で、どういった商品か聞いてみたいと思います。教えてください。はい、こちらの商品ですね、まあ、ネイルチップなんて爪に貼るタイプではあるんですけど、はい、他のネイルチップと違って結構柔らかいっていうのが特徴なのと、くっつきやすいんですけど、あとは剥がれにくい、でも剥がしたいときは簡単にスペリット剥がれると。私も試したんですけど、水仕事してもなかなかそうトロッと取れることはなく、しっかりくっついて、でも剥がしたいときには簡単にスペリット剥がれるタイプの商品。簡単につけれて、しかも簡単に剥がせる。簡単に剥がせる。剥がした時もなんか、たまにネイルチップって剥がすと爪の粘膜の時に剥がれる感じ、はいはい、痛んじゃう感じする時もあるんですけど、これはそういったのもなくないんです。はい、よかった。めっちゃいいですね。ちょっと後で私的な色選んで買います。爪のサイズもチップが結構いっぱい、豊富に入ってて、爪のサイズってやっぱみんな若干変わったりするんですけど、自分の、合った爪のサイズを選びますので、はい、もしもし休日だけでも、ね、ネイル楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。開けるとこんな感じです。たくさんチップが入ってて、あとは取る時のスティックですね、あとは爪の長さ調整のヤスリね。うん、じゃあつけてみましょう。まず、はい、爪の表面を清潔に取ります。はい、乾かし て, いいで先ほど爪に合わせて選んでみました。はい、では貼っていきます。はい、簡単に剥がせますので、従来の付け爪と違って随分柔らかいですし、馴染みもいいです。もう簡単です。お、もう馴染んでますね。うん、すごい自然にですね。わ、どんどん綺麗になってる。どうですか。めっちゃ馴染んでます。おすすめです。ファンマシードラッグ王が24時間よかとよ相談だけん頼りがいあろうが、ハーテンクロスがスローガン、王が薬局マジでノーダウン。